本日の講演内容ですが、水田でトウモロコシ栽培の実開発に関するお話について、栽培から収穫部分を中心にお話しさせていただきます。5つほど項目をまとめてみました。1つ目がですね、この水田でトウモロコシの栽培が始まった背景。そして2つ目が耕し方についてお話ししたいと思います。そして3つ目がトウモロコシを収穫する技術について、そしてこの2と3番所内で技術を作りましたので、4番目が農家さんの農場でこれらの技術を持っていった時どうなのかという実証試験について、そして5番目がトウモロコシの国産化が私たちの生活に及ぼす影響について見ていきたいと思います。でまず水田でトウモロコシの栽培が始まった背景なんですけども、2つ、背景を挙げてみました。1つはこの社会的背景としてはですね、増え続ける余剰水田で、ほとんど自給できてないトウモロコシを作ることになります。また2つ目の技術的背景として、水田でトウモロコシを栽培しやすい稲の栽培技術ができたという点が挙げられます。まずこの2つを見ていきたいと思います。ところで毎日皆さんトウモロコシを召し上がりますでしょうか。今朝の朝ごはんで、トウモロコシ食べられた方、サラダとかで、ね、おられるかもしれないんですが、多分毎日食べることはないと思います。ただこちらの写真見ていただきますと、実は毎日というかほぼ毎食我々トウモロコシをですね、間接的に食べてます。今朝朝ごはんで牛乳飲まれた方とか、ヨーグルトや目玉焼き食べられた方おられるかと思います。またあとお昼ご飯とんかつとかですね、夜ビールとか、あとおつまみの唐揚げとかですね、食べると思うんですが、実はこれ全部トウモロコシが関わってます。こういったですね、畜産、鶏や豚、あと牛のですね、餌には大量のトウモロコシが含まれています。またビールにもコーンスターチ使われてますので、我々は毎日ほぼ間接的にトウモロコシを食べているということになります。ただこの周りでですね、トウモロコシ畑というのは見たことないのではないかと思います。で次、今日ご紹介するですね、このトウモロコシというものについてはですね、この実は実のトウモロコシのことについてのお話になります。ちょっと前に今日置いてありますが、後で終わったらお手に取ってみていただければいいですが、この実を取るトウモロコシについてこの後ずっとお話ししていきます。でこちらの2つの図は日本での面積と生産量と収量をちょっとまとめてみました。で、農業ですね、この後基本的な単位でこの 10R ですとかヘクタール出てくるんですけども、農業では基本的な単位となってまして、10R が一旦部といいまして、302坪畳にして602枚でテニスコート5面分ほどの面積になります。でこの 10R を10倍した、1000平方メートルなんですけど、それを10倍したのがこのヘクタールになって、1丁分とか、あとサッカーコート 1.4 面分 の, 大きさになるので、この後ちょっと単位としてはこういったのが出てくるので、ちょっとご承知おきください。でこちらの図は作付け面積と生産量を見ています。この青い図が作付け面積になるんですが、1940年代頃ですね、ピークに、60年代以降急激に減っています。それと並行してですね、このオレンジ色の生産量も60年代以降ですね、急激に減ってきています。ずっともう80年代以降ほとんどなかったんですが、2019年に少し、近年ですね、回復して、422ヘクタール、これ大体35年ほど前の水準に戻っております。この減った要因というのが、この安い、この頃からですね、安い輸入トウモロコシが入ってきたので、この面積と生産量減り続けております。当時の収量を見てみますと、10R あたりですね、300キロにもいかない低い収量でした。現在ですと、北海道で10R あたり1000キロ、東北地域でも500キロか700キロ、高いと800キロ程度報告されてますので、当時は極めて、今の半分以下の低い収量でした。こういったですね、安いトウモロコシの輸入や低い収量によって、60年代以降ですね、日本では面積や生産量急激に減少して、最終的にはほとんど自給されなくなりました。ただですね、大量にこのトウモロコシ使われておりまして、じゃあどこから来るのか次見てみたいと思います。
こちらの図は、毎年日本が輸入しているトウモロコシの量を表しています。まあ、これ毎年1500万トン以上ですね、日本はコンスタントに輸入しています。まあ、これ どれぐらいの量かといいますと、昨年のお米の生産量723万トンの2倍以上、つまり日本人はお米よりもトウモロコシを、まあ、消費しているということになります。でまあ、トウモロコシの輸入先を昨年見てみますと、まあ、6割以上アメリカで、まあ、残りをブラジルとその他の国で占めております。じゃあこのずっと長らくこのアメリカが主要輸入先でしたので、じゃあどのようにしてくるのか少し簡単にご紹介したいと思います。あの五大湖ってアメリカに湖があるんです。その地域コーンベルトと呼ばれてまして、まあ、こういうふうにですね、一面にこうトウモロコシがもう地平線まで果てしなく、たくさん栽培されてます。まあ、ここで収穫されたトウモロコシはですね、このアメリカ沖ミシシッピ川という川を下って、河口まで来ます。ミシシッピ川はこういった橋系と呼ばれてますね。ただの8本型のしたボートをにこの満載されて、ニューオーリンズというこういった港町があります。そこでパナマックス船というパナマ運河を通れる最大級の船に積み替えられて1ヶ月ほどかけて、日本にやってきます。で、まあ、ここまで見てみますと日本はですね、トウモロコシをたくさん消費しているけどほとんど輸入しているということでした。我々のですね、食生活を少し翻ってみますと、まあ、お米からですね、戦後、まあ、パンやラーメン、スパゲッティなどのように、食生活が変化してきました。今朝パン食べられた方もおられると思うんですが、まあ、それに伴って1人当たり食べるお米の量も減り続けております。でそれどういうことかと言いますと、需要量も減ってずっと減り続けて、最近どんどん加速化しております。これに伴って水田はあるんですが、水田で栽培できるこの稲の量、あのお米の面積というのも、まあ、一貫してほぼ減り続けています。まあ、すでに日本は人口減少社会になっていますので、まあ、今後も確実に稲を栽培できる量は減ってきます。ですので、まあ、社会的背景としてはこの増え続けるですね、余剰水田で、まあ、自給できてないトウモロコシを作ろうということで、生産者の方々が、まあ、約15年前に再び取り組みを始めました。でこの余っている水田でじゃあトウモロコシを昔から作ればいいのではないかと思われるかもしれないのですが、実はトウモロコシの最大の弱点がこの湿ったところに弱くて収量が安定しないという点が挙げられます。こちらの2枚の写真を見ていただくと、こちらデコボコしているような水田になっています。こちら水田稲栽培した後ですね、トウモロコシ作ったんですが、ここら辺は生育いいんですけど、この薄く緑色になっているところはですね、排水性が水はけ悪くてですね、トウモロコシちゃんと生育していないことになってしまいですね、こうなるとまあ収量が少なくなってしまいます。また梅雨などによってですね、水田にこう水が長く溜まってしまうと、本当はもう3メートルぐらいならないといけないんですね。こうちっちゃいままになってしまい、このままですと実を取ることができません。まあ、このようにですね、湿ったところに弱いトウモロコシですので、餌用のトウモロコシですね、日本でも栽培されてるんですが、まあ、全体の水田に占める割合としては 1% 以下ということで、まあ、1970年代以降、トウモロコシを水田で作りましょうという試験何度もされてるんですが、まあ、なかなか面積広がってきませんでした。でこの要因の一つが湿害、湿気、水はけ等によるですね、悪さによってちゃんと生育しないということが挙げられます。ただですね、まあ、15年ほど前ですね、稲の新しい栽培方法はこの東北農業研究センターで開発され、まあ、水田でのトウモロコシ栽培が再び注目されています。じゃあどういったこの稲の作り方かといいますと、水田で畑作物を栽培しやすいこの稲の栽培方法になります。この湿害原因の最大の、原因の一つがこの勾板と呼ばれる硬い板になります。まあ、一般的に皆さんご存知のようにですね、この田植えをする稲の作り方ですと、まず田植えする前に白かきという作業があります。まあ、田んぼに水を入れてトラクターに凝ったロータリーという、作業機をつけてですね、まあ、我々が歩くより遅い作業でこういうトロトロに、土をします。
まあ、水が表層にあってその下に土があるんですけれども、その下にこういった鉱板と呼ばれる硬い板を作ります。まあ、このことによって水田は水を貯めることもできますし、田植え機がですね水田にはまらないということで、まあ、田植えの場合ですとこの鉱板が非常に重要な役割を果たしています。ただ水田を畑にした場合、この鉱板がですね邪魔になってしまい、排水性が先ほど見ていただいたように悪くなってしまいます。ですのでこの鉱板がなくても水がたまる稲の栽培技術ができれば、水田で畑作物を育てる際に水はけが良くなることが期待できます。そういった作り方がこのプラウ高鎮圧体系乾電磁化巻といった稲の作り方になります。こちら直巻というので田植えはせず種をまく稲の栽培方法になります。このプラウ高鎮圧体系乾電磁化巻の大きな特徴として畑のような稲の作り方になります。まあ、ほぼ巻くものが、大豆や麦、トウモロコシじゃなくて稲とイメージしていただけたらよろしいかと思います。まあ、耕し方後で見ていただきますが、畑で主に使われておりますこういったプラウと呼ばれる耕し方で耕します。その後、はしきはこのグレーンドリルといった端切で、まあ、時速10キロ以上ですので我々走るより早く種をまくことができます。そして種をまいた後はローラーによって鎮圧することで水が抜けることを防ぎます。ですのでこのプラウ高鎮圧体系乾電磁化巻の特徴としては、白かきをしないこの無白かきという方法で、まあ、鎮圧をすることで水が抜けることを防水します。また畑にした際にはですね、排水性の向上が期待されます。さらに、畑作で使われているですね機械を使いますので、非常に早く、高速作業ができますし、まあ、一緒の機械を、使うことができます。実際にですね作業を見ていただければイメージしやすいですので、こちらがチゼルプラウといった機械で、まず耕畑を、水田をですね耕します。そして次に、種をまく準備ができたら、こういったグレードリルといった方で種をまきます。この後ろに今、稲がどんどん出ているんですが、時速時期は走るより速くできます。で、まいた後は、こういったローラーでですね、しっかり表層をですね、地面を踏み固めて、水田ですので、水がちゃんとですね、溜まるようにします。で、この遠くではこのプラウ高鎮圧体系乾電磁化巻を中心としたこの水田輪作の技術開発に取り組んできました。まあ、輪作というのは一つの水田で稲だけでなく、まあ、大豆麦やトウモロコシも含めていろんな作物を順番にこの育てることを我々この輪作と言っています。この水田輪作では戦後長らくこのロータリー高体系というのが一般的な耕し方でした。こういったですね、ロータリーと呼ばれる作業機をつけて、まあ、我々歩く程度のスピードでですね、畑、水田を耕します。で、稲の場合ですと、田植え機で田植えをします。ただ、田植え機、当然畑では使えませんので、大事なところを水に巻く場合は、こういったロータリーと端っこをつけて巻きます。で、収穫についても、まあ、コンバインは稲、専用のコンバイン、また大豆、トウモロコシ、麦はまたそれに適したコンバインというふうにですね、稲はこの稲用、畑は畑用の 2セット必要な技術体系です。ただこの東北農業研究センターで開発しているこのプラウ高体系になりますと、まず耕し方といった地上プラウと速い作業機です。時速7、8キロでできる作業機でまず耕しましょう。でこのままではちょっと種まけませんので、次にパワーハローと呼ばれるこういった機械で土を耕してですね、箸できる、環境を整えます。そして種をまく場合ですね、海も水も大豆もトウモロコシも全部これ1台新庫箸機というんですけども、まくことができるんで、じゃあ全部これでまきましょう。そして収穫についてはこのコンバインで稲も含めてですね全部刈りましょうと、こういった体系を、ずっと技術開発を行ってきました。まあ、農家さんとしてはですね、大規模経営とか大学補助をお持ちの方々を対象に、まあ、早い作業で機械を一緒の使って省力低コスト化を目指してこの技術開発をこの10年余り、行ってきました。でこの水田輪
作に先ほど来紹介してたこのトウモロコシを入れたこの3年で3つの作物を作る水田稲作についてこの6年余り取り組んできました。でこれをなおかつこのプラウコーという先ほど見ていただいた早い作業体系で作りましょうということで技術開発を行ってきました。ただ、まあ、稲と大豆に関してはこれまでもいろんな報告されてますので、今日はこのトウモロコシにフォーカスしてご紹介していきたいと思います。次にお話しするのがこの耕し方、最初見ていただいたこのプラウコーという耕し方、今まで水田では一般的ではなかったですので、まあ、それを今まで観光法であったこのロータリーコーとじゃ比較してトウモロコシ作った際どうなのかというのを見ていきたいと思います。まあ、結果としてはこの収量は一緒でなおかつ早い作業できますし、まあ、台風等による強風でも倒れにくいという耕し方の特徴になります。このプラウコーがですね、求められてきている背景を少し見てみたいと思います。こちら農林水産省が発表しているデータですが、まあ、5年前のこの農家さんの数と比較して、昨年の数はこの減って、農家さんの数減っております。減っているかつですね、この65歳以上、この白枠見てみますと、5年前の 65% からほぼ 70% ということで、減っているだけでなく高齢化もしています。一方で経営の規模ですね、見てみますと10ヘクタール以上で増えてますので経営規模は増えていると。これどういうことかと言いますと、農家の方が減っておりさらに高齢化しているのに、まあ、経営規模は増えているということで従業員1人当たりのこの担当する面積は増えているということになります。で農作業というのは常に天気との勝負ですので、まあ、限られた時間に作業を面積こなす必要がありますので、まあ、そういったことから早い作業体系であるプラウコーが求められるようになってきました。でここからちょっとプラウコーで作ったトウモロコシを紹介していくんですが、まあ、まずトウモロコシどういった作業があるのか少し一連の流れ簡単に紹介したいと思います。まずこの地域ですと、まあ、5月中下旬にですね種をまく準備を始めます。一番最初にまずするのがトウモロコシ、湿ったところに弱いですので排水対策ということでこういった大きな爪のついたですね作業機で水田に亀裂を入れてこう下に水はけを良くするようにします。その後堆肥や肥料をまいて耕します。そして葉種、種をまいて雑草が出てこないように除草剤を2回ほどまきます。そしてこの後何も管理なくて10月になるとこういうふうにですね収穫を迎えます。そして今日のお話はこの耕す部分と収穫の部分を中心に見ていきたいと思います。トウモロコシの生育ですが種をまいて1ヶ月ほどしますとですね我々の膝丈ぐらいになります。2ヶ月もすると身長を超えて 2メートルぐらいになります。そして2ヶ月半するとスイートコーンとか買われた際にあるようなこのヒゲの部分が出てきて我々開花期、花が咲いた時期というふうに言います。4ヶ月もすると成熟期を迎えてこういうふうにですね枯れ上がってきます。で4ヶ月半経つと、完全に枯れ上がってコンバインで枯れるような状態になります。まあ、ここまでがトウモロコシの作業と、まあ、生育の流れでした。それではですねこの耕し方の違いがトウモロコシの生育と収量に及ぼす影響を少し見ていきたいと思います。まあ、これまでの水田ではこのロータリーコーが一般的な耕し方でした。それに対して新しい耕し方としてプラウコ、今回用いたのはチゼルプラウといったですねこういった爪のついた作業機になります。これをトラクターで引っ張るだけで耕します。耕した後こんな感じなんですけども、プラウコだけではまだ土の塊がですねこのままでは種まけませんので、表層をこういったパワーハローといった機械で細かくしたと思います。そうするとこのようにですねプラウだけだとこうなってるんですけども、まあ、種をまける状態になります。この2つの耕し方でトウモロコシを育てた時収量や生育どうなるのか、まずはきちんと押さえておく必要があるので調べてみました。でまず生育ですね、見てみますと草の高さ、草高と葉っぱの色、養殖2つを調べてみました。でこのはしご日数というので種をまいてから右に行くほど日数が経っていることを表します。で白丸がロータリーで赤丸がプラを表しています。
まず草の高さを見てみますと、白丸のロータリーと赤丸のプラウで、あんまり大きな差なかったので、ほぼ同じぐらいで推移しました。葉っぱの色を見てあげますと、葉っぱの色もほぼ一緒ということで、プラウ校でですね、トウモロコシを栽培しても、生育には大きな差は見られないということがまず分かりました。次に、収量を見てみました。2つのですね、品種、この、用いて 2年比較してみました。これ白抜きのロータリーと 赤色で塗ったらプラ比較してみますと、ほぼ同じぐらいの収量で大きな差は見られませんでしたので、収量もロータリーとプラウで一緒ぐらいということが分かりました。まず基礎的なデータとしてここまで1つの水田でこのロータリーとプラウ設けてやったとこ生育と収量一緒でしたので、水田輪作で栽培した際どうなのかということで見てみました。実際に稲、トウモロコシ、大豆、こういった輪作をぐるぐる回してロータリーとプラウという体系でやったんですが、その場合でも収量も変わらないということで、プラウ校は収量を維持したままこの高速作業が可能になる耕し方であることが分かりました。ここまで見てみますと地上部についてはほとんど差がないということで、次に耕し方違いますので根っこについて見てみました。こうやってですね、根っこを掘り上げてこの根の長さをですね、調査してみました。先ほどの図と同様に右にこうどこを箸してか日数が経っているんですが、この白丸のロータリーと比較してこの赤丸のプラウがやや大きい傾向となっています。この根長密度というのは根の長さとして考えていただくとですね、どうもプラウの方が根が長い傾向になるということで、根っこの張り方が違うということが分かりました。そこで生育時期別にですね、土壌深さの根っこを調査することにしました。こういった器具を使って、根を掘り上げて、調査しました。そうしますとこの5センチごとのですねにあるこの根っこの割合を見てみますと、この表層0から5センチ、見てみますとこの2つの品種を使ったんですが、白色のロータリーと比較してこのオレンジ色のプラウ、またこの灰色のロータリーと比較してこの赤色のプラウですね、どうも多い傾向であることが分かりました。つまり、プラウ校の方ですね、表層にこの多くの根っこが張っているという傾向がまず数字で明らかとなりました。それを実際じゃあ掘り出してまず見てみたところですね、ロータリーの方ではこういうふうにですね、下の方に根っこが張っていたのに対してプラウではこう横方向に張っているので、やはり表層に根っこが張っている傾向が、掘り上げてみても分かりました。で、収穫する頃もですね、同様に、掘り上げてみたところ、やはり胴体では下方向でしたが、プラウではこのようにですね、表層に根が集中していました。こういった表層に根が集中して浅い根ですと倒れやすいのではないかということで、次に倒れやすさを調査してみました。2017年ですね、たまたま台風が襲来して、このようにこっちがプラウ校でこっちロータリー校になるんですが、ロータリー校の方で、ここら辺ですね、ちょっと色が変なところ6畳の6、7割で倒伏が発生しました。一方でプラウ校の方で一部では発生しましたが、全体としてはこういった倒伏被害が少なかったです。で、この株元をですね、倒れた株元を見てみますと、この根っこごと転んでしまう転び型という種類の倒伏でした。じゃあそれではこの転び型倒伏がプラウ校でなぜ少なかったのか要因を調査しました。土の硬さとですね、根っこの分布割合調べてみたんですけども、まず土の硬さを調べました。土壌深さが深くなる、この下に行くほど深くなっておりですね、右に行くほど土が硬いことを表しております。これを見てみますと、土壌深さ5センチ以上ではですね、このプラウ校土が急激にこの硬くなっていることが分かりましたので、まずはこの地面がプラウ校が硬いということが分かりました。で、この0から10センチの間にどのぐらいじゃあ根っこが張っているか見てみますと、このロータリーと比較してプラウの方ではこの10センチまでにですね、根っこが多く張っていると
ということで、プラウコーではこの硬くなっているですね、層にたくさんの根っこを生やして、まあ、倒れることを防いだということが分かりました。でここまではトウモロコシのこの耕し方に関するお話でしたが、まあ、じゃあ次にこの育てたトウモロコシをどのように収穫するか少し見ていきたいと思います。次にご紹介するのが国産コンバインによるこのトウモロコシの機械化収穫技術についてです。こちら外国製のコンバインですとすでにもうたくさんあるんですが、見てお分かりのようにこれ大体まあ3メーターほどあるので、まあ、非常に大きなコンバインになります。これをここら辺の水田にですね持ってきて収穫することは難しいですので、やはり日本の水田の大きさで収穫できるコンバインというのはこういったですね国産のコンバインになります。で40年間ほぼトウモロコシ栽培されてきませんでしたので、まあ、トウモロコシをまず収穫できるものがありませんでしたので、まあ、それについて開発しました。で、まあ、2014年、私がここに来た初年目はまず所内にあったこういったコンバインにこういった自作のキットをつけて収穫できるようになりました。どうやらですね国産のコンバインでも収穫できそうだということが分かりましたので、2015年から農機メーカーさんと一緒にですね協力して、まあ、この本格的に収穫技術開発取り組みました。コンバインで、ね、解凍技術をつけて、トウモロコシを収穫して、2016年に解凍したものを使ってですね調査して、こういってみんなで、ロスなどを調査しました。まあ、こういった2018年よりこのまずはトウモロコシを収穫できるこのトウモロコシキットという形で発売されました。で我々このコンバインのですね頭の部分をヘッダーというんですが、これ先ほど見ていただいたようにこのリールの部分がカシャカシャ回りますので、我々このタイプをリールヘッダーと呼んでいます。この幅がですね、基本的に 2.1 メーターになりますので、これですと、まあ、ストレスなく狩る場合、二条狩りが通常になります。で、まあ、時速2キロか 2.5 キロですので、まあ、皆さん歩く程度のスピードで収穫することができます。まあ、このタイプですと、こちらが普通の稲や麦、大豆、カルサイの仕様なんですけども、専用のアタッチメント、例えばちょっとここは見えないんですけど、串つけたり、こういった網ですとか、このリールの部分もですね、本数減らして、トウモロコシ硬いので、専用のものを付け替えたりと、こういった専用のアタッチメントはちょっと変えないといけない仕様になっています。で、この収穫方式ですとですね、実のついている位置より上の茎と葉っぱも一緒に収穫します。まあ、どういうことかと言いますと、トウモロコシに伸びて違ってですね、収穫するのはこの茎の真ん中についているんですので、このタイプですと、ここら辺に、この実が欲しいんですけども、このタイプですと、この実より上の茎と葉っぱもどうしても収穫するざるを得ないという仕様になっています。稲と麦ですと、この一番上まで収穫すればいいので、何も問題ないんですけど、トウモロコシ少し特徴が違うので、まあ、そういった形になっています。とりあえず収穫できるものはできたんですけども、やはり課題がありまして、一つ目がこのアタッチメントの交換作業になります。まあ、2、3人で1日がかりかければ交換できるんですが、まあ、農家の方々にとって秋の1日というのは非常にこの貴重になります。ですので、まあ、よりスピーディーなこの交換作業、もう何ならばワンアタッチメントでですね交換できる程度のものでないと、実際の稲現場でなかなか使うことが難しい場面があります。また台風等で倒れた時にもある程度収穫できるこの技術というのが必要になります。この地域でもですね 2,3 年に一度9月頃ですね台風来ますので、まあ、台風でですね倒れた場合でも、まあ、収穫できるものが必要になります。まあ、無理して収穫すると実際我々資金やった時こういうふうに壊れてしまう場合もあるので、まあ、こういったことがないようなものが望ましいです。で最後にですね、やはり作業速度、もう本当に秋の一日というのはもう貴重ですので、まあ、枯れれば枯れるほどいいということで、まあ、作業速度がまだまだ改善する必要があるかなと考えています。でまあ、こういった課題をまあ解決するのに、日本ではずっとトウモロコシ作られてきませんでしたので、まあ、我々はまず外国にヒントを求めに調査に行きました。
答えとしてはこういったトウモロコシ専用ヘッダー、スナッパーヘッダーというですね、ものでいずれの国も収穫しています。このスナッパーというのはこの、なんていうんですか、しごくとか引き抜いたりするような動作のことをスナッパー、スナップっていうんですか、そういった動作で収穫するのでスナッパーヘッダーと呼ばれています。まあ、一番世界でまずですね、アメリカに行ってトウモロコシの方が世界一生産量も多いですし、作付け面積も多い国に行きました。そうするとですね、コンバイン、これが本体なんですが、この頭のヘッダーの部分ですね、こういったハサミ、カニのような形をしたもので、まあ、これ大手2社なんですけども、いずれも収穫されてました。まあ、実際に皆さんが、非常に時速8キロ以上、すごいスピードで買ってましたが、非常に最高に収穫してました。で、次にヨーロッパに行った際、まあですね、イタリアで調査しました。やはりここでもですね、このスナッパーヘッダーを使ってました。そして最後に同じアジアで日本と同じで稲が主要作物であるタイに来ましたが、ここでも同じこういったスナッパーヘッダーを使ってトウモロコシを作ってました。その時にですね、この国産コンバインにも付けられるスナッパーヘッダーというもの、ある程度事前に YouTube 等では見てたんですけど、を見させていただき、実際の収穫を見てもこのように見させてもらう、非常にいいものだということで、まあ、これを持ってきて、所内にあるですね、こういうコンバインの本体に取り付けて、じゃあ収穫できないかということで、技術開発に取り組みました。でこちらのスナッパーヘッドですと、先ほど2畳でしたが、まず3畳あります。この間に1畳ずつ入るので3畳あります。その時点で まず 1.5 倍で、速さにしても4キロですので、まあ、1.5 倍から2倍程度ということで、まあ、スピードの部分はこれを使うことで解決できました。であとヘッダーの交換もですね、基本的にこれワンアタッチで、さっきのリールとこれもう10分程度で変えることができるので、まあ、非常に短時間で交換することができます。でこちらの特徴としてはですね、止水のみ、この実のついている部分のみがですね、コンバインの本体に入るんですけど、今こうどんどんしごいてるんですけど、茎がこの下にずるっといって、真ん中のトウモロコシここら辺についてるので、それがここの機械に引っかかって、実のついている部分だけがコンバインに入る。茎と葉っぱが入りませんので、リールヘッダーと違って、まあ、非常にこのですね、収穫された実がきれいですし、コンバイン、絵の負荷も少ないということで、まあ、今後はこちらがですね、スタンダードになるのではないかなと考えています。実際の作業風景を見ていただくと、先ほど早く作業して、どういうの下にしごかれているのが、ちょっとね、お分かりになるかなと思います。でまあ、ここまではですね、所内で主にこの技術開発をしてきたんですけども、じゃあこの作った技術をじゃあ実際の生産現場でですね、使えないと我々の技術意味ないですので、それをしたのが4番目のお話になります。で農家さんでのですね、実証試験は2015年から6年間この岩手県花巻市の石取谷町、典型的なこの水田地帯で行いました。実際の試験は稲、トウモロコシ、大豆の3作のこの輪作でしたので、まあ、トウモロコシは3年に1回、栽培が来ました。まあ、隣り合うこういったですね、水田を2枚お借りして試験を行いました。でまあ、所内と同じ項目をですね、こちらでも調べてみたところ、まあ、草の高さ、ロータリーとプラウで、まあ、ほぼ同じということで、収量も大きな差見られないということで、所内試験とですね、同じ傾向の農家さんの水田でも確認することができました。ですので、まあ、水田でトウモロコシを栽培する際にはプラウコンも十分に使えるということが分かりました。で実際にあと作業時間を測ってみたところ、まず耕す部分ですね、ロータリーからこのプラウにすることによって約7割作業時間を短くできました。で種をまく時間もですね、このプラウコで使われている真空発射機にすることで約6割時間短くできますし、収穫部分もこのリールヘッダーからスナッパーヘッダーにすることによって 25% 程度ですね、短くすることができるということで、まあ、高速作業という点も確認することができました。で最後にですね、この倒れにくさもちょうど2017年台風来ましたので見てみますと、台風襲来前はこのようにですね、非常に両工場ともきれいに生育していましたが、
台風来たことによってロータリーこの灰色の部分ですね、一面もう絨毯みたいに倒れてしまいました。こちら車内と同様にやはり転び型という倒木の仕方で倒れてしまいました。じゃあこれが生産現場でどういったことに影響するのかといいますと、収穫作業に影響します。このようにロータリーが一面倒れてしまいましたので、まず時間がかかります。でこの串の下に入ったものは基本的に収穫することができませんので、それはロスになります。であとこの前の負荷もですね、先ほど見ていただいたように、これまだ壊れてないんですが、ここの部分壊れちゃうんですけども、まあ、負荷にもつながりますので、倒れるとですね、非常にこの大きないろんな意味でのロスにつながります。一方でこのプラウ工の方では、まあ、倒れてないので、まあ、なんとかこのようにですね、収穫できるということになります。で実際数字にして見てみますと、まあ、収量手でこのプロットですね、倒れたものも含めて買ってみると、まあ、2つの耕し方で大きな差がなかったんですが、じゃあコンバインで買ってみると100キロ程度 15% ほどの差になってしまいましたので、まあ、この差がほぼこの倒れたことによるロスの差かなと考えていますので、まあ、生産現場でですね、この倒れずに参加するということが非常に重要ですので、まあ、このプラウ工というのは倒れにくい栽培法であるということが分かりました。でここまで主に作ったものから作り方と収穫について見てみましたが、まあ、最後少しおまけといいますか、じゃ収穫したものはどうなるのかといいますとです、まあ、多くの場合がこの乾燥機、稲、麦、大豆で使われて、こういった乾燥機で乾燥されて、最後餌なり、まあ、食品用にも使うことができるんですがになります。ただですね、近くに畜産農家の方がおられれば、まあ、サイレージといった方法で、まあ、人間でいう漬物みたいな状態にして発酵させて、餌にすることもできます。まあ、いずれにせよこの実需ニーズに合わせてこの2つどちらかを使い分けています。そして最後にトウモロコシの国産化が私たちのですね、生活に及ぼす影響を少しだけ考えてみたいと思います。まず自分たちで食べる分を自分たちで作ることで、まあ、自給率が向上します。まあ、コロナこの1年にあってですね、穀物輸出してた国、一部の国はこう輸出制限したりしていますので、やはり自分たちで使うものは自分たちで作るというのが基本ですので、まあ、食料安全保障につながる非常に我々にとっては重要なテーマになっています。また輸入されるときタンカーに乗ってトウモロコシ運ばれてきますので、まあ、タンカーが排出する二酸化炭素を削減することができます。またトウモロコシ粒だけ輸入されているように見えるんですが、実はそこにかかる栽培にかかる水ですとか、当然肥料も入ってますので、まあ、窒素など使われているものを減らすことができるということで、まあ、環境負荷の軽減につながり、まあ、最近よく聞くこの SDGs 持続可能な開発目標にも貢献することができます。また水田でトウモロコシを栽培することによって余り続けるですね、水田の有効活用につながりますので、まあ、食料生産基盤、重要な生産基盤では水田の維持にもつながります。あとですね、トウモロコシは稲とか大豆、麦よりですね、堆肥を多く必要とします。ですのでこの水田農家さんが作ったこのトウモロコシはこの畜産農家さんの餌としてあげて、この畜産農家さんが出た堆肥は今度水田農家さんに堆肥として使ってもらうということで、この地域資源循環型農業の一つキーになる作物になります。まあ、ただこれらのことをいろいろちょっと挙げてみたんですが、我々の日常の生活においてこう実感することはまず難しいということで、まあ、実感するにはですね、こういった国産トウモロコシ使った商品がまず出てこないとなかなか難しいので、まあ、将来ですね、こういったものが出てくればですね、それを我々がこう買うことで持続可能なこの社会の実現に貢献できるかなと考えています。本日の発表はここまでになります。ご清聴ありがとうございました。